ですか、今年2本走ってみて調子の方は。そうですね、和歌山記念の時はちょっと練習しすぎて調子悪かったんで、まあ、向こうの街の時は、まあ、練習うまく抜いて結構スピード出たんで良かったと思います。今回も調子の方は、まあ、向こう町と変わらずって感じで、はい、なんかちょっと練習のやり方をまたちょっと考えないとっていう。そうですね、やっぱりちょっと和歌山の時練習しすぎたんで、まあ、元に戻す感じにしましたね、はい。じゃあ、1日走って2日です、はい、様子見て頑張ります。あのビッグ初出場になると思うんですけど、はい、あの雰囲気の方はどうですか。やっぱりちょっと違いますね。ピリッとしてます。どんな気持ちですか。まあ、もう本当にチャレンジャーなんで、あのまずは気持ちで、あの気持ちが上がるのはいいんですけど、それでやっぱり力出せなくなるような緊張はせずに、まあ、3日間力出したいと思います。あの、まあ、今回近畿の先輩たちも結構出てますし、まあ、心強い部分もあるんです。そうですね、はい、あの、まあ、一緒の開催ですごい勉強になることが多いと思うので、まずはもう勉強のつもりで、あとは自分のやることをしっかりして、はい、行きたいです。仕上がりの方、そうですね、練習とかはすごいいい状態で来れたと思うんで、あとはそれを競争に出せれば、はい。あのレースではどんな部分をアピールしていきたいですか。やっぱり自分のやるべきことをして、まあ気持ちで負けないようにしていきたいです。では意気込みの方お願いします。いい大会は初なんですけども、まあ、これからどんどん走っていくつもりなんで、あのまずは自分のやることをはっきり決めて頑張りたいです。松戸優勝して、はい、あの入ってきたわけですけど、はい、調子の方はどうですか。そうですね、調子自体はそんなに良くないんですけど、あの、もうラインのおかげで勝てました。その流れで今回も。そうですね、ちょっと連戦できついですけど、気合で頑張ります。練習はどう。練習はもうほとんどもう調整程度ですね。軽く、はい、まあ、感覚そんなに空いてないですね。そうですね。でも今年あの記念を優勝できたっていうのは。そうですね、気分的になんかいいですね。しかも地元ですし、はい、この流れで今回も、はい、なんとか行きたいですね。ただちょっと結構メンバーきつい。きついですね、難関自体が少ないんでかなり苦戦しそうですね。まあでもとりあえず一層走ってみて。そうですね、はい、甲子でやるビッグは初出場になると思うんですけど、はい、どうですか。そうですね、やっぱり自分の力を試せるチャンスだと思うし、あの楽しみです。あの、まあ、ヤンググランプリで2位に入ってるということで注目もあると思うんですけど、そこら辺は。ヤング終わってからちょっと成績良くないんで、あのしっかりと挽回していきたいなと思います。はい、ではあの調子の方はどうですか。はい、調子の方はどうですか。まあ、前回からちょっと空いたんで、あのしっかり休んで、あとは無力から練習してきました。今回最後の意気込みというか目標は。そうですね、やっぱりまずは自分の仕事をしっかりして近畿で勝ち上がっていけるように
自分は自分でやることを精一杯したいと思います。やはりあの近畿の先輩頑張ってるし、はい、自分も続こうっていうのはもちろん、はい、その気持ちです。そういうところはやっぱりあります。そうですね、まあ、刺激になるし、はい、自分も置いていかれないように頑張りたいなと。どうですか、あのグランプリユニフォームを着て のレースは。そうですね、でも、まあ、あのやっぱりこうプレッシャーとかそういうのはありますけど、やっぱりこう気分はいいですね、はい、そのユニフォームを着て の地元記念優勝っていうのも達成しましたし。そうですね、ほんまに、まあ、あのレースはすごい気持ちも入ったんで、まあ、初めて前も回してもらえたんで、ちょっとまだ感触が残ってます。その感触を持ったままここに来れた。まあでも、まあ、まあここはまあ風もきついし、あんまりいいイメージばっかり持たんと思ってます。はい、まあ、あのグランプリ優勝して何が変わりますか。周りが変わりました。まあでも、まあ 去年もすごいこう初めて SS ファンになって、ね、忙しかったんですけど、なんかやっぱりこうもっと忙しくなって、はい、まあ、その中でこう自分自身がしっかりできるようになったんですけど、あの、まあ、若手の選手にも何か近畿の若手の選手に聞いたんですけど、みんなこうあの変わってますよね。あ、まあ、そうですね、やっぱりこう近畿はすごい難易度結束力が強くて、やっぱりこう気持ちを強く持ってもらうのと厳しいと思います、はい、まあ、だから嬉しいことですね、はい、まあ、次に続く選手がどんどん出てくれればまた盛り上がってきますし、はい、そうですね、まあ、この大会はそういう若手も多いんで、まあ、しっかり結束したいですね、まあ、今回最、まあ、最低でもノルマ決勝ってなってくると思うんですけど、手応えの方はどうですか。まあ、その足の感じはいいと思うんで、ただ、まあ、やっぱり自分はやっぱり天気の方に惑わされんように自分の役割をしっかり果たして、はい、いい結果を残したいです、はい。